皆さんこんにちは。今回は、古代オアシスの殿堂を解放していきます。ワープ先は、ミウンガの地の右下ですね。ワープしたら左斜め前。旗がなびいてるのが目印かな。とりあえず、直進して秘境のところへ行きます。障害物は何もないので進んでください。はい、ちょうどクローバーマークのところまで来たら、正面に先霊がいるのがわかると思います。ここ、2組3個、合計6個の石碑があるんですが、手前の石碑を攻撃すれば絵柄が変わります。ですが、先霊が正面を通ると強制的に絵柄が変わるので、素早く、絵柄を手前と奥で揃えていきましょう。すると、導けます。で、もう一匹はもう見えてますね。右奥です。急がなくてもいいのよ。終わりで。遺跡ドレイク倒せば進めます。これで導いて終わりです。ご視聴ありがとうございました。さようなら。